はい、ファクトリー Q おなじみのこの光景、段ボールが届きました。コメリさんから高圧洗浄機をご提供いただきました。ウーバマンの 36V 充電式高圧洗浄機タンクセットです。まずはね、開封してみたいと思います。はい、これがタンクですね。バケツのような形ですね。あとは小さい段ボールがいくつか入ってるんですけども、高圧洗浄機の本体がどこなのか、これはバケツだけではないのかな。これは充電の電池が2個ですね。あ、なるほど。18V のバッテリーが2個で 36V と、そういうことですね。で、これは充電器ですね。充電器は1個です。この高圧洗浄機、なんとね、このバケツの中に本体も全部入ってるんですって。すごいですよね。はい、これはね、いわゆるノズルっていうんでしょうかね、手で持つところですよね。多分これは洗剤か何かを入れる、容器1つ、ブラケットのようなものが1つですね。これはさっきの手で持つところのノズルの先の方でしょうね。で、ちょっと重たい、ちょっと大きいのが、おっと、なんか車輪がついてますけどもね。これがどうやら本体みたいですね。本体がバケツの中に入っているというすごく画期的な作りですね。それで下の方にホース。白いホースと黒いホース。ホースが2本入ってました。これで付属品は全部です。まだ説明書を何にも読んでないんですけども、どうやらこの本体の上にこの赤いタンクが乗るようなね、こういう作りのようですね。それで本体にね、車輪がついているので、このまま転がして運べるっていうことでしょうね。それでタンクに水を入れて、なんかね、ここに継ぎ手があるんで、この継ぎ手から本体の方に水が行くと。まあそんな感じだと思います。これは一旦ちゃんとね、説明書を読んだ方がいいですね。あんまり勘でやらない方がいいかもしれません。はい、これがね、付属品全部です。ファクトリー Q。 はい、一通り説明書を読みました。まずはノズルの組み立てです。単純に差し込んでね、ちょっとねじると、これだけですね。工具は全くいりません。それでこれがね、ノズルの先に取り付ける、説明書には5 in 1ダイヤルノズルと書いてあります。どうやらね、先をこう回して、水の出方を変えられるみたいですね。取り付けは簡単ですね。インパクトのビットを取り付ける時のね、ああいう感じですね。で、この赤いのはバケツの横に挿しておいて、何て言うんでしょう、ノズルの置き場というかね、ノズルをここに引っ掛けておくところですね。で、これはやっぱりね、洗剤を入れる容器でした。ノズルの先に取り付けて、洗車するときなんかにね、使えるんじゃないかなと思います。取り付けはノズルの取り付けと一緒ですね。差し込んでちょっとねじるだけですね。肝心の本体ですけどもね、ここにノズルがついていて、バケツにも、ここにね、接続の場所がありますね。なので、こことここを合わせて、本体の上にバケツをセットしたら、まあ、ちょっと押さえるのかな。ちょっと押さえて、カチャンとはまりました。そしたら前後にあるフックを、これもパチンとはめると。はい、これでね、本体の上にバケツがセットできました。あと、この白いホースは直接ね、この蛇口、水道の蛇口にも接続できるようになっているみたいですね。水道があるところだったら直接つなげれば、まあ、バケツにいちいちね、組まなくていいと。これはなかなかいいですね。あとはこのバケツを使わなくても他のバケツに組んでも使えるようになってますね。
このホースで吸い込めるみたいですね。なかなかいろいろ考えられています。それではバッテリーを2つ充電して実際に使ってみようと思います。バッテリーはここのボタンを押すと充電の状態がわかります。今ね、これで満タンになっています。ファクトリー9、うちの古民家の裏なんですけども、こうやってね、薪置き場になってるんですが、薪置き場のこの床というか地面のコンクリート、見てください、苔がねひどいですよね。この頑固な苔を高圧洗浄機で取れるかどうかね、ちょっとやってみたいと思います。試運転にしてはね、結構最初から厳しい、取れにくそうな苔ですけどもね、できるんでしょうか、取れるんでしょうか。ファクトリー9、うちの古民家の裏にはもちろんね、コンセントもありませんし、水道もありません。このね、水道もコンセントも何もないところに持ってこれる、これがね最大のメリットだと思いますね。ということで、水はねこうやってバケツに汲んできました。本当だったらこのタンクにね水を入れて転がしてくればいいんですけども、うちの古民家の周りは砂利なんでね、ちょっと転がすことができないんで、バケツに汲んできました。それで本体にねバッテリーを2つセットします。蓋がついていて水が入りにくいようになってますね。タンクに水を入れます。タンクがね結構大きいんで、このバケツ2杯分ぐらい入りますね。タンクの容量は25リットルということです。この蓋にはですね、この端っこの方に2つ逆止弁みたいなのがついてるんで、水がなくなっていってもちゃんとその分空気が入るようになっています。蓋をしておけばゴミが入らないんで安心ですね。それではスイッチを入れて洗浄作業をしてみたいと思います。ノズルをですね、ゼロという一番細い状態で使ってみたんですが、苔はちゃんと取れます。でもね、ピンポイントで当たるんで、なんて言うんでしょうかね、まだらになっちゃうというかね、しっかり全部取りきれないんで、15というね、多分15度っていう意味だと思うんですけども、少し広がる出方にしてみます。15だと勢いが弱いのか、まあ、広がる分弱くなるんでしょうかね。この苔がね取りきれないんですね。またちょっとねノズルを回してみて、今度は40っていう位置にしてみます。やっぱりね40にすると範囲が広くなる分、もっとね勢いが落ちちゃうんで、もちろん取れないですね。また0に戻してみたいと思います。やっぱり0にすると勢いがすごいですね。しっかり苔が取れていきます。でもノズルを細かく動かしていかなきゃなんないんで、ちょっとこれ難しいですね。難しいというか、これだとねちょっと時間がかかっちゃいますね。もう一度ねちょっと15にしてみて、この辺はね苔が薄いんで結構簡単に取れますね。あ、わかりました。苔がね湿ってると取れやすいんですね。どうやらもしかしたら一旦先に水をまいておいて、それからやった方がいいかもしれませんね。おっと、水が出ないぞ。これは水がなくなったのかな。
あ、水がないですね。補充します。ファクトリー9、水を入れたんでもう一回やってみたいと思います。この高圧洗浄機初めて使うんで、ちょっとねまだ使い勝手が分かっていませんけども、あ、ノズルの位置を15にして、結構ね近づけて近いところから噴射してやった方が取れますね。あ、こういうことですね。そうかそうか、近づければ勢いがあると。はい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 、あ、これならいいな、これならちゃんと取れますね。なるほど、近づけてやると。はいはいはい、ここは結構苔が厚いところなんですけどもね、どうでしょうか。はい、近づけてやれば結構しっかり取れますね。ちょっとね時間がかかっちゃいますけども、取れないことはないです。やっぱりこうやって離すとダメなんで、近づけてね、近いところから噴射すると。はい、また水がなくなりましたけども、でもね結構きれいになりましたね。どうでしょうか、結構苔が厚かったんで、まあ時間がかかっちゃいましたけども、なかなかきれいになったと思います。水はね、このタンクに、そうですね、1杯半ぐらいかな。バッテリーはね最初に満タンにしただけで、途中で充電はしていません。ファクトリー9、はい、今度はですね古民家の裏の方ですね。これ見てください、これは本格的な苔ですよ。まあ正直なところ1回も掃除したことがないんで、この苔はね結構頑固だと思います。ちょうどね屋根から雨が落ちるところなんで、うちの屋根はね雨どいがついてないんですよね。それでいつも湿ってるんだと思いますね。さあ、この強力な苔取れるんでしょうか。最初湿らせてやって、はい、苔に近づけて噴射します。はい、取れますね。まあやっぱりちょっと時間はかかると思いますけども、取れないことはないです。しっかりきれいになりますね。はい、なかなかいいです。苔の薄いところはね簡単に取れますね。このグリーンの人工芝ですけどもね、これは屋根から落ちた雨が跳ね上がらないようにね、敷いてあるんですけども、この下も汚いんでね、ここもやってみます。はい、ここもね取れますね。結構きれいになります。なんかねお試しでちょっとだけやってみようと思ったんですけども、やってるうちにねなんか楽しくなってきたんで、なんかあちこちやってみようかなと思って、どんどんね範囲が広がっていきますね。なかなかねコツをつかむと面白くなってきました。このあと結局ですね、この人工芝も全部めくって全体の苔を取ることにしました。
この苔がね、どのぐらい強力にくっついてるのかちょっと見てください。こんな感じなんですよね。デッキブラシでこすってみます。こんな感じなんですよね。デッキブラシでこすってもなかなか取れません。デッキブラシでも取れないような、苔なんですけども、これをね高圧洗浄機でやると、こんな感じでね、結構綺麗になります。ファクトリー9、ノズルの先はこうなってます。一番勢いのある細いやつが0、次の15がこれですね、その次が40、まだあるんですけども、40プラスっていうのがあるんですね。これはねシャワーみたいな感じかな。そんなに勢いはありません。0プラスっていうのもあります。これはもう完全にシャワーですね。それでこのノズル自体がね、こう、なんて言うんでしょうかね、向きが変わるようになってまして、例えば範囲の広い40にして、角度を変えてやってみましょうかね。こんな感じでね、水の出る向きをね変えることができます。ファクトリー9ということでですね、まあ結構ね時間はかかっちゃいましたけども、おかげで全体がきれいになりました。途中でバッテリーもね2回充電をして、タンクは3回ぐらい水を入れました。もともとはねこんなだったんですよね。このひどい状態がここまできれいになりました。水道もコンセントもないところで使えるっていうのは本当にいいですよね。古民家の裏の一番ジメジメしてるところなんで苔がひどかったんですけどもね、高圧洗浄機のおかげできれいになりました。ファクトリー9、次はですねこの軽トラの洗車をやってみたいと思います。家の前で洗車するんで、ここにはね水道があるんで水道に直接つなごうかなと。このバケツはね取り外しておきます。それで水道につなぐときはねこのホースを使うようなんですが、多分ねこれだったら継ぎ手がうちのホースと同じなんで、うちで使ってるホースでそのまんまつなげられるんじゃないかなと思うんですよね。ちょっとやってみましょう。はい、やっぱりぴったりですね。これで使えそうです。多分大丈夫だと思うんで、バッテリーを入れて使ってみたいと思います。はい、大丈夫そうですね。水道につないでそのまんま使えますね。水道につなげちゃえば水を汲む手間がないんでね、これは楽ですよね。バケツがなければ本体はね本当に軽いんですよ。こうやってね簡単に持ち運びができます。
ちの軽トラといえば薪運びに使ってるんでね、荷台が汚いんですよね。この荷台のゴムのマットに木のヤニのようなものがねたくさんこびりついて茶色くてねなかなか取れないんですが、この高圧洗浄機でやるとね取れますね。結構すぐきれいになります。ちょっと画面上ではね、よくわからないかもしれませんけども、結構簡単にきれいになっています。これで 36V の充電のバッテリーで動いてるとはね思えないほどかなりパワフルですね。ファクトリー Q。 はい、というわけでですね、今回はコメリさんからご提供いただいたウーバーマンの 36V 充電式高圧洗浄機タンクセット、こちらをご紹介しました。この充電式でタンクに水を入れて持ち運んでね、そこで使えると、要するに水道とかねコンセントが近くになくても使えるってことなんですよね。これはね本当に画期的ですよ。家の裏の苔取りの様子をご覧いただきましたけども、水圧が結構ね威力があるんで苔がしっかり取れました。水道があるところだったら今やってるみたいにね水道につないで使えるんで、水を汲む手間もね省けますしね。これで家の周りあちこちきれいになりますね。どんどん使っていきたいと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどお願いしたいと思います。